全国社会人選手権関東予選、負けたら終わりっすもんね。負けたら終わり。うわー、いいぞ。世界の横浜青葉インターからインしてきますよ。おはようございます。おはようございます。じゃあ早速入っていきましょう。今流行りの ETC ということでね、東京方面に向かっていきたいと。今日は集合時間何時ですか？6時半にね集合したということでね。5時起きのそれ、早朝のそれ、マジネガティブ。いや朝のさ、やっぱ 1,2 分ってさ 1,2 時間に匹敵する。いやマジ匹敵する匹敵する。今日はもうだから2日半ぐらい勝った気分だね。そうだねそうだね。いや昨日の夜からそわそわしてた。いやそわそわするよね。今日なんでさっき今日は全国社会人選手権関東予選1回戦、全国大会出場をかけた予選ということで、何回勝てば全国なんですか？2回。あれそう2回勝てば一応全国に行けるという形なんですけども、相手が強いんでしたっけ？流通経済大学 FC ということで、でも流通経済大学といえばもうやっぱプロ選手をね、もう多数輩出してる超名門校ということで、1、2年生が中心かなのかなりフレッシュなね有望な選手たちが集っているということで、負けたら終わりですもんね。負けたら終わり。今日は本当に負けられない戦いと、試合内容はどうでもいいので、とにかく今日は結果だともぎ取るということをね、やっぱりこの背中でね語っていこうと思いますよ。朝飯具だくさん、酒とろ明太子ということでね。うわあれ、これは子がついてるから明太子なんですよ。なるほど、メンタじゃねえと。メンタじゃねえ。そちらはいくらですか？これ168円と、ちょっとまあちょっとブルジョアな。そうね、ブルジョアの食べるやつですね。はいそれでおビールで食べます。メンじゃねえぞ。うわ久しぶりにココナットウォーター飲んでる。ココナット美味しい。リンゴジュースとどっちが美味しいですか？それはもうねリンゴジュースでしょ。渋谷上空です。上空ってもねそんなに高くないですけどね。すごいね。終わらない工事だね。工事が終わらない、止まらないだね。横浜駅のそれですね。横浜駅の渋谷駅はなかなか工事終わらない。一生工事してる。ひたすら再開発してるからね。何なんですかね。やっぱビジョンがあるんじゃない？ビジョン、スペインにもなかったっけ？あ、サグラダ・ファミリアですか？ですね。あれそろそろ完成するみたいなね。あ、ガウディのそれ。そう、ガウディのそれがさ完成するかもって話がね。お、森ビルだ。あれは完成してるんですか？あれは完成してるし、完成してるし、六本木ヒルズのやっぱ森ビルって人いないのよ。我々だけ。あ、バスバス。あれ出た。おしゃれな壁だ。モダンな壁だ。ってことであと1時間ほどで到着です。スカイツリー。今日あれだね、先端が隠れてる。シャイだねあれ。ちょっとあれトゥーシャイシャイだね。コナンの映画を思い出す。ああそれで言ってるもんね。今日帰りもね、異次元のスナイパー。コナンでありそうなタイトル考えます？うん、ちょっと考えようぜ。時計仕掛けのラビリンスで名探偵コナン炎天下の運動会。いやいやいや、それはもうさ炎天下の運動会なのよ。もうコナンとかじゃないのよ。テレテテ。いや違う無理。運動会の開会式で爆発するよね。いやそうよ、パン食い競争のパンがね、パンがもうちょっと毒盛られてて、子供が頑張って走ってる時に裏で殺されてるみたいなやつ。徒競走の用意どんの拳銃を使った殺人事件だ。あれと同時に射殺をしちゃえば周りの人は不自然に思わない。あでもちょっとありそうそれ。ありそう。今テスラが爆走してたね。ああそうなのよ。はい、到着しました。おぞーおぞーおぞー。全国社会人サッカー選手権大会関東予選始まります。今日も元気だね。キーパー赤フレッシュタスク課題大勢。今日はスタメンなら大勢。今日はスタメンなら集中してるからうるさい。一回黙っていけない。俺集中してる。大ちゃん。誰殺して助けてください。彼もスタメンらしいんでね。あでも今タスクイヤホンでモッチ上げてるわ。もうじゃないですか。あれと聞いてない。聞いてない。じゃあ歌います。ただ泣いて笑って過ごす君に。すみません今日頑張ります。はい、ピッチいい。内外装、いや、内外装、徹底チェック。どうですか、ボディは。あ、このフォルムですか。はい。先代の流れを受け継いだ。先代の流れ。この中に、やっぱモダンなデザイン含まれている。素敵なステッチが入って。ステッチ。感じさせる。はい。りゅうちゃんが早くアップしたいって言ってる。りゅうちゃん、膝大丈夫なの。体重超過。はい。大丈夫。オーマイガー。私はりょうでーす。りょうちゃんあれだよね、りゅうけい出身だよね。はい。あ、ってことはじゃあ未来の。未来の桃尻発掘のために来たんですけれども、本日一番桃尻だなと思ったのは僕の前にいるそう点取る？あっちたちに。今日ブッシュ元大統領誕生日です。おめでとうございます。忘れすためにできると思いませんでした。はい、今日はね、ちょっと見るからにね、フレッシュなのよ。多分ね、これこんな時自動になるので、交互期待です。キャナ行くぞ、鹿児島。はい。ありがとう。はい。レッツゴーサンデー。超フリー、超フリー。助け辛い。うわ。もう少しテンション上げるよ。最後よ。楽しくいこう。楽しく。意外とドリブル来るかもよ。こんなフェンザ見たことある？ひげつかったかもしれない。ひげつかった。やれやれやれよ。はい、切れた切れた切れた。いやー、あ、オフサイド。うわ、惜しい。え？うわ。いいよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。0対1。対戦ということでね。いやー、やっぱりあれだったね。なんかこううちの試合があんまりできなかったね今日はね。そうね。まあでもね、ちょうど2週間後にリーグ戦で同じ相手とね、リベンジマッチができるということで、逆になんか良かったよぐらいの感じで、あ、むしろなんかリベンジできるじゃんってことで。あ、これやばいね。やばい。この後ね、豪雨が来るということなので、ちょっと急いで帰ろうと思います。まあ豪雨が過ぎ去ればグルメ情報もお届けできると思いますので、お楽しみに。はい。ほい、チキン南蛮定食守谷サービスエリアです。これがやばいんだよね。やばいねこれ。鳥さんはさ、勝ちだね。いや、これで試合勝ってたら最高なんだけどな。そうだね。まあでもご飯の味変わんないんじゃない。はい、伸びるの食べます。おつです。はい、ごちそうさまでーす。うまかった。いやマジでうまかった。チキン南蛮とタルタルソースがもうラブストーリー始めた。ラブストーリー始めました。あの日あの時あの場所でということで、チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。ではどうしましょう。ジャイアント。